教官になったはずでは。マクロスを放っておけなくてな。ミスマルの親父さんに直訴して現役に復帰したってわけさ。マクロスは僕らにとってふるさとのようなものですから。楽しいな。よし頼んだぞ。我々は周辺で援護する。拠点を制圧。その調子よ。先輩大丈夫ですか。バカ野郎、大丈夫だとはなんて言い草だ。逃走感は鈍らん。シミュレーションは別物だ。